はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編では第22章ですね、やっていきたいと思います。まあ前回かなり長くなっちゃいましたけど、あれ、なんかイベントが始まった。うつ、イゾナジョン。いやいや、おひさ、僕のこと覚えててくれてるかな。忘れたよ、もうお前なんて。え、なんで僕がここにいるのかって。僕も君たちに協力したい、共に戦いたいって思ってさ、君たちの行方を追ってたら光に包まれてここに来たんだ。いやー、歓迎してくれちゃってありがとね。これからは僕も加勢するよ。イザナが仲間になった。物語に何の脈絡もないな。米あと大根でもちょっと、くじ引きを引いて、いらっしゃいませ。さあ何が出る。これ一番いい当たりって何なんだ。これは普通っぽいな。普通、鉄の手裏剣。なんかすげえ武器とかあんのかな、くじ引きで。あとは、やることといえば話をして。おい、そうだな。はいはい、そうじゃ。うん、これはいいや。これ拾って、こいつに話して、かんざし。ここら辺にくれるやつってあんまり役に立たないっちゃ立たないんだよね。菜箸とか。マイルームに行きますか。さあ、誰がいる。モズメ、リンカ、サイゾウ、カザハナ、ジョーカー、カゲロウ。あ、なんか微妙なやつらだな。誰にしよっかな。じゃあ、カザハナにするか。あんまりカザハナって仲いい感じはしないけど。とりあえずここで触れ合い広場。さくら様のことでも聞きたいの。いや、そうではない。もっと不純な動機だ。いきなり部屋に呼びつけてさ、こいつ絶対仲良くないし。何のつもり。本当何のつもりだよ。そこはちょっと。いきなり髪とか顔とか撫で回されてさ、おかしいだろう。変なことしたら切るよ。十分変なことしてるよ。変質者バリバリだからな。てか早く上がってくれ。上がりポイント、今ちょっと急激に上がったな。どこだこいつ。あ、ここ上がりポイントだ。さあ、いけ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 、いいねいいね。何も言わずに撫で回されて。何も言ってないのかよ、しかも。私どうしたらいいの。そんなこと知らん。風花は帰っていきました。しかも寝てるし、こいつ。じゃあちょっと物語の方やっていきますか。外へと。第22章、死したる王都。デーモンフォールを越え、ついにアンヤ王国の王都にたどり着いたミカミックスたち一行。城壁内には難なく潜り込めたが、そこで予想外の相手と戦うことになる。誰だ、予想外の相手。死したる王都。もう王都か、早いな。まあ、難なく潜り込めたって書いてあったからな。相変わらずこう一般人はいないんですよね、普通の人たちは。ここが王都ウィンダムか。アンヤ王国の王都、ついに戻ってきたんだね、僕は。でもこの場所、さっきから誰も歩いてないね。白夜王国の王都はあんなに賑わっていたのに。そうだな。なんという静けさだ。本当にこれが王都なのか。はい。用もないのに外をうろつけば、野党家ノスフェラトゥの餌食になります。そういう国なのです、アンヤ王国とは。ん、サイラス。あの天豚の森で見た月や星の光を奪い合い、伸びる木々のように、わずかしかない食べ物や明かりを取り合って争い事が絶えない。だから太陽を求めて他の国を侵略するしか生き延びる手立てがなかったのです。なるほどな。だとしたら、我ら白夜王国が戦争に勝利した時は、まずは与えることをもってそれを正さなくてはなるまい。持つ者が持たざる者に与えてこそ、憎しみ合う気持ちのない世界は作られるのだから。無償で与えるということですか、龍馬王子。そうだ。母上亡き後、無事に王国に帰れば、俺は白夜王として即位することになる。王になる気満々だな。そんなことはさせん。この俺が
阻止する。その後はまずはアンヤ王国のこの有様を変えていくのが俺の仕事となる。食べきれないほどの食料はただ腐るだけだ。だったら余った食料を飢えた人に与えるべきだろう。え、白夜王国ってそんなに食料あんの？龍馬王子、ありがとう。ありがとうって慣れ慣れしいな。ありがとうございます。この命に代えてもあなたのために俺は戦いたい。サイラス、ミカミックスから龍馬に乗り換えたぞ。我が故郷アンヤ王国のためにも。そうか。礼を言うぞサイラス。うん、俺は置いてきぼりか。龍馬兄さん、サイラス。おい、お前ら、あれ、見かけない顔だな。誰だ？よそ者がこんなところをうろついていると悪い奴に狙われちまうぜ。アシュラ、名前はかっこいい。例えば、俺みたいな奴らにな。俺たち、あ、たちか。兄さん。いつの間にか囲まれているみたいだ。暗夜兵ではないから、多分野党か何かだよ。今ここで時間を食っているわけにはいかないのに。は？何ごちゃごちゃ言ってんだ？逃げよったって無駄だぜ。さっさと出すもん出して尻尾巻いてお家に帰りな。行くよ。仕方ない、みんな戦闘準備を。え、こんな王都のど真ん中で戦うの？最近ここでセーブしてるっけ。まあいいや。ユニットちょっともうだいたいメンツは決まってきたからな。あ、しまった、サイズを上げてない、なんてことだ。ちょっとマップを見て、鍵があるか。鍵はなさそうかな。なんか流脈があるな。いいか、今回サイズを待機だな。これ忘れちゃうな。サイズを待機で、その代わりに誰を入れるかだな。リッカがなぜか入ってる。リンカ17レベルか。あと風花、さっき仲良くなったけどレベル9って使い物にならん。天魔武者をどっちか鍛えるか。そうすると、あ、イザナ陰陽師だ。いきなりこいつ上級職だな。椿かヒノカか。ちょっとスキルを見よう。完璧主義、ヒットポイントが満タンの時命中回避15。ヒノカ、味方が2マス以内にいる時味方が与えるダメージプラス2。こっちの方がいいや。よし、じゃあこれでいこう。敵全滅。野党多すぎだろ。しかも野党上級職ばっかりだ。メイドも野党になってるよ。野党のメイドか？ダークマージとか。下にじゃあ少し、これなんだ？え、マジでわからん。これが龍脈だよね。範囲内の味方を回復させる。あ、いいね。ちょっとこれ先にやっとこう。この中で待ち構えればいいってことでしょ？おお、すげえ。めっちゃ範囲広い。え、そういうこと？回復の床になるのかと思ったら全然違った。もったいないことをした。こいつ狙ってくるか。ってことは魔導で行こう。こいつはどうだ。あ、あんまり食らない。ないない、よしよしよし、いくぜ。無駄、この俺の魔法防御に。うわー、魔法防御弱すぎる。ってなるとどれがいいんだろうな。夕霧、まあそこそこか。バラもついてる。もっと泣いてください。さらばだ。快感ですわ。よし、この2人で十分だな。下はなんか手に入れた。あ、全然ここら辺のやつ預けてなかったよ。ってことはじゃあちょっと中心に集まるか。あ、さくら、しまった、杖が補充してない。ってかフェリシアの杖を補充してない。やり忘れてることばっかりだな。誰か持ってなかったっけ。こいつだ。あ、こいつはもともと回復が使えるんだ。まあいっか、今回フェリシアは回復なしで完全に攻撃ユニットとして活躍してもらおう。リンカ17レベルか。強いんだか弱いんだかいまいちわからん。この前アクア死んだからな。アクア死ぬとかなり痛手だからな。おい、出た出た出た、なんだマジか、そういうものか。
狙ってくる、超広範囲で狙ってくる。頑張ります。無駄下の防御力だな。あれ裸になったメイドちゃんが。守ってみせるわ。おわ危ねえ。まさか攻撃力は高いな、命中率が低いけど。おお、もう一回龍脈使っちゃおうかな、それか自力で回復させるか。とにかくかなり危険だということが分かったな、これが。一応倒せるっちゃ倒せる。一回10ダメージ食らうかしょうがない。おお、ごめん遊ばせ。すげえな、クリティカル。なんで 3% じゃないのこれ。いまいち分からん、クリティカルの出る確率が全然上がらなかった。ああ春祭り手に入れた。ちょっとこれを預けよう。どうしようかな、攻撃でいけるか。倒せはしないけどダメージも食らわない。よし、オロチに任せるかこいつは。いや魔法防御の高さには定評がある。でこのバーサーカーをとりあえず囲みで攻撃して、ヒットポイント高っ、48点。よし、レベルアップ。ひなた、おい。でこいつでぶっ倒す。うおー、非常に危険です。マジでそんな弱い。火の川 83% 当たる。一緒に当たると信じれば。てか巧みに倒してもらうのかよ。攻撃力弱えなマジで。まあようやく16レベルだからな。よし、力11しかないんだ。フェリシアは回復できねえから、ちょっとサクラだな、ここに派遣するか。夏祭りとりあえずは全開と。まあ最悪のケース回復陣があるからな。あと誰がいいんだろう。大将に行け。あれ、ここじゃないと攻撃できない。大将に防御低そうだからな。こいつをやっぱり前面に出すか、この二人を。諦めるものか。おらいけ。これ服マジで、服脱がせるとなんかあんのか。防御が低くなるかいまいちわかんないな。まず防具っていう概念がないから。あいてー、食らった。気をつけろ鉄壁の防御力。しっかりしろ。こいつも鉄壁の防御力だ。弱い、火の蚊が弱すぎる。あとは右上のオクラとかが来るかどうかだな。あれ、こっちにもメイドちゃんがいたのかよ。とりあえずぶっ倒すか。お命ちょうだい。こいつ倒すか。じゃあ 95% 徐々に減らされてんな。おりゃん、さよなら。よし、レベルアップ。魔力が上がってくれない、まあ、守備が上がったか。守備も貴重といえば貴重だからな。どうしようかな。まあ遊戯を右に派遣すれば大丈夫だろう。ここは乗り切れるな。あとはちょっとこの林家とかなんとかレベル上げたいんで。気をつけろ。ちょっと殴れ。おお、めっちゃ入るな。経験値70くらい手に入る。でこいつもできれば倒したい。4かよ、とんでもねえ弱さだな。こうでなくてはな。おお、すげえ、一気にレベルアップした。もっと、なんか上昇率が悪いな。銀の手裏剣、
夏でまた凛花を回復させなくては。モズメを少し上に持っていくか。前線を押し上げよう。前線をここまで持っていこう。で、ソシアルナイトとかにいた。よし、OK。ヘルシアがあんまり活躍してないな。あれ、なんでこいつ減ってんだ。あ、そうだ。魔導の変な魔導放棄だったんだ。平和の声。なんだ、平和の声って。みんな平和に行こうぜ。死ぬ。マジで死ぬ。これ死んだ。うおー、2回攻撃食らったか。こいつやっぱね、死ぬ確率が高い。え、29食らったら死ぬ。危ねえ。バーサーターの攻撃力を侮っていた。僕は本気だ。無駄無駄。こいつの叩き方から半端ねえな。助かったよ。で、龍馬も全体的に、てかこいつ回復率が高いからな。龍馬強そうだな。クリティカルも出るし、その代わりもレベルが上がりすぎて経験値が全然手に入らない。大丈夫。すげえな。やったで。OK。回復させなくては。狙われるか、あぶねえ。どうしようかな。龍脈使おうかな。回復がすげえな。え、こいつら、もしかしてなんか永久に湧いてくるとか。ここ占拠しとこう。暗記放題。使えねえし。でも多分前線を押し上げれば射程には入らないだろう。こいつは自力で回復できるからな。多分倒すと回復するっていう素晴らしい能力の持ち主だからな。よし、やっぱり前線押し上げよう。とりあえずこいつは攻撃をすると。食らうな。めっちゃ食らうな。やっぱ魔法防御高いやつが、高いやついるか。主人公派遣するか、こっちに。めっちゃ食らうな。しょうがない。あ、40だ。一発で出せる。おりゃー。オッケー。これでいいんだ。てか、主人公もめっちゃ経験値上がる。少し遅れてるか。ここの舞台だな。バーサーカー、アドベンチャラーとこいつらか。ってことは魔法舞台がいないから、こいつを盾にして龍馬と、どうしようかな。一応アクアつけとくか、サイドをかけられるように。でもう一人ちょっと巧だな。こいつをここに置いて、あとは各自対処しよう。まずモズメが減ってるから、モズメを回復させる。で、射程2のやつからちょっと攻撃できるやつを攻撃していこう。こいつだな。もらえてる。なんとかなりました。で、援護をかけつつ。リンカってどうなの。よし、死ぬ。ダメだ、ちょっと強キャラがいない。残るか。バーサーカー強いな。完全に戦闘マシンだな。よし、その代わり命中率が低い。どうだ、リンカいけるか。投げ棒でいこう。ここで攻撃のこうだ。 69%。 まあ当たれば倒せる。よし、ナイス。バーサーカー射程1だからな。そこが弱点だな。よし、一気に3レベル上がったぞ、このマップで。竜の盾。よしよしよし。で、モズメも、モズメ左に派遣するか。
ちょっと相性悪いな。主人公だけでなんとかなるか。マジか、減るな。おぼろもな、微妙だしな。ドラゴンマスターってどうなの。うお、死ぬ。ダメだ、魔法防御の高いやつがいない。仕方ない、ちょっと多少の犠牲はやむを得ない。これで片付けられるな。何もやられてないけど、仕返しも何もない。おっ、レベルアップした。これいわゆる24レベルってことでしょ。でいいかな、これで。あ、ここにもあんのかよ。うわ、とんでもねえ射程だな。また前線押し上げないとまずい。くらえ。こいつはここにいよう。陣取ってる。あれ、回復しなかった今。あたいも頑張るしな。うわ、厳しい。あ、ボスが来た。ただ死ぬ、こいつ。俺たちに目をつけられちまうだなんて、あんたらも運が悪いね。悪いが、俺たちはこうしないと生きていけない。弱いものから奪わないと、明日死ぬのはこっちなんだ。さあ、有金全部置いていきな。しっかりしなよ。倒せるか。死んだか。ちょっと早々にこいつを倒そう。もういやー、ダサか強いな、やっぱりこういう手振り。18くらう。負けられんからな。一応倒せるボスは倒しとこう。倒せるボスじゃん、倒せる敵は倒しとこう。アイテム持ってたりするからな。おお、やっぱ無限湧きしてくるな、下のやつら。緑のアイテムを持ってるやつは落とすってことだから、こいつだ。5000円落とす。あいつは倒しとこう。で、こいつは多分、お、3000ゴールドだ。まあいいや、金はそこそこあるからなと。とりあえず5000円頂戴するか。ほい。身の程を知るがいい。なんだかんだで主人公は強い。リンカ18レベルか。できればな、20にも持ってきたかったけど、そううまくはいかないか。モズメで倒せるか。ヒノカだ。ヒノカのレベルが低すぎる。これでも倒せない。悩みどころだな。フェリシア届くか。倒せるな。ちょっとおぼろは、いや、もうおぼろで倒そう。めんどくさくなっちゃった。サポートするよ。どう？乗ってきたよ。オーケーオーケー。すごいのね。このドラゴンナイトのな、利点がいまいちわかんねえ。ドラゴンマスターか。あとはこいつが倒せれば、こいつを倒してボスを倒すか。おい、かわされたー。マジか、いいなぁ。じゃあ、各組で一回減らすか。あれ？あれ？こいつ弓なのに攻撃してこない。なんでだ？射程が違う弓なのかな。あ、サクラで倒そう。57%。簡単なくてもいいや。よーし。くそ、誰？なんだよこいつら、ただのよそ者じゃないのか。おお、レベルアップ。よかったです。あれ、敵全滅。マジか、そういうオチか。ちょっと待てよ。そうするとこいつまずいな。下に派遣するにも。モズメ、だってこいつは結構無限に湧いてきてなかった。こいつ殺そう。まず
どうにもこうにも。この魔導砲台が鬱陶しいからな。奥義。くらえ。で、サイラスも右に派遣しよう。もうこれいけんだろう。バーサーカーを減らすか。両方反撃してくんな。反撃をしてこないか。守り29か。硬いな。でも力も28あるからな。フェリシアいけるか。倒せはしないか。こいつも届かないしな。しょうがない。まあこれで行くしかない。会いたーい会いたーい。魔導砲じゃない、あれ弓だった。13ギリ残るな。だがそれしくれ。まだまだ快感ですわ。もうピンチだというのに快感に溺れるとは、ま、はいはい。31これはまずいぞ。おあっち行った。なんでだ。28おお、ねえ、ちょっと主人公回復させよう。龍脈使おう。どんくらい回復する。ピョーンと3とかだったらしょぼいかな。22だいぶ回復したな。全回復したか。てかさ、何これ、いつまで敵出んの。一気に全滅させないといけないとかそういうオチ。下に派遣しないといけないじゃん。倒せるやつはガンガン倒してこりゃ。最近ちょっと敵の湧き方が異常なんだけど。フェリシアをちょっとじゃあこっちに向かわせて、こいつもこっちに行かせて、龍馬でこいつをぶっ倒してさっさと行こう。無駄サクッと負けられんからだ。まあ、確かに経験値稼ぎにはなるんだけどね。サイラスじゃあ下に派遣する。このまま、おい3だったらまあなんかここら辺の輪郭とかでも減らせられそうだな。大丈夫だよね、信じるよ。共に行こう。お前を信じる。よし。おお。一応じゃあこいつ機動力があるからやってモズメも連れてくか。弱いけどヒノキも連れてくか。こいつ一回撤退だな。ちょっとまずい。バイバーイ。14マジかよ。うおー、やられたしちゃったね。ドラゴンがかわいそう。行きましょう。こっちは倒せば終わりか。もう湧いてきてないな。なんか長い戦いだったな。最近戦いが長引く。やりました。よし、3000円ゲット。あと下の3人か。かなり貧弱の舞台だな。おりゃおりゃ。強なったかな。魔導系が多いな。そっか、下魔法のあれだからな。こいつ投入するか。やっぱり死ぬけどしょうがない。 46% かわせれば。かわせなかったか。だいぶ戦死者が出てんな。まあ、急ぎすぎてるからな戦いを。こいついけんじゃん。 5×2 ってとんでもねえやつだな。よかった。なんか武器変えた方がいいのかな。
B に上がったし、あ、どうこう、痛い、来たよ。なんなんだ、どんだけ湧いてくんだよこいつら、マジで意味わからん。敵全滅だっけ。野党多すぎだろ、アンヤ王国。そういうところだからしょうがないんだけど、あーやっぱりアクアがねいないのがちょっと痛いな。これでアクアで復活させてもう一回っていう手段が使えたけど、それが取れないからな。人も減ってきてるし、とりあえず倒すか。叩きのめしてやる。おりゃなんとか勝てたな。でこいつで一発で倒せれば、よし、多分殲滅できたなこれで。おりゃ、いやいいよ別に。かわいそうな。てかバーサーカーってこれ何、人間なの人間じゃないの、そこからしてわからん。で匠で攻撃して援護攻撃が狙えるうちにしよう。待てよ、こいつはいけるな。さくらがな攻撃できるっていうのがかなりでかい。これで、あ違う、そうだ、 65% リンカ、リンカいけない。これ外したらめんどくせえな。ちょっとセーブかけようかな。ちょっとセーブかけます。久々にこれセーブしたな、マップで。これ外れたらやり直しでしょ。もうここまで来て、あでも一発当たんな、どっちか当たる。よしよしよし。しかも最後服を破り去った。やっと D に上がったよ。おい、この盗賊たちの頭目はお前だな。俺たちがここにいることは知られてはいけないんだ。誰かこの者を捕虜として連れて行け。ここまでか。待って龍馬、その前に彼に聞きたいことがあるの。秘密の通路について。秘密の通路、実は私覚えていることがあるの。幼い頃アンヤ王城から連れ去られた日のこと。あの日私は見たこともないような地下の通路を通って城の外に出たわ。そんなものがあるのか。あれはきっと何者かが城に忍び込むために作ったものよ。もし今も存在するのならそれを使わない手はないわ。ねえ、あなたが盗賊ならその通路のことを知っているんじゃないの。知ってるっちゃ知ってるが。そう。なら教えて。私たちどうしても王城に行かないといけないの。やめといた方がいいぜ。あそこに忍び込もうなんざ命がいくつあっても足りねえよ。いいえ、そんなことあなたには関係ないわ。さあ早く教えなさい、さもないと。殺すってか。その通りだ。俺はそれでも構わないけどよ。困るのはあんたらの方じゃねえか。この情報は誰でも知ってるような代物じゃない。俺を殺して別のやつを探すって言っても時間がかかっちまうだろうな。見たところあんたらは急いでいるようだし、そんなことをしてる暇はないだろう。あなた何が望みなの。話が早いね。金を用意しろよ。目もくらむような大金を。それぐらいしてくれなきゃこの情報は教えられない。そう、あの通路のことは簡単には教えられないんだ。いいだろう、それは俺が用意しよう。支払いはこの戦争が終わり俺が国に帰った後になってしまうが、必ず払うと約束する。白夜王国第一王子の名に誓って。はあ、白夜王国第一王子。そうだ、俺は龍馬という。この戦争が終われば王として即位する人間だ。最近こいつ王にこだわってるな。俺が王様だ。アンヤ王国が近づいてきたから。先走ってるな。そうすればお前の言う大金をいくらでも用意できる。兄さん、簡単に身分を明かしたら危険だよ。第一、盗賊なんかにそんな話が通じるわけないだろう。ああ、そうかもしれない。だが今は、すまない。あなた方は白夜の王族だったのか。態度が急変したな。
それは失礼いたしました。うん、俺はアシュラ。かつては白夜王国の王家に伝えた一族の者。今は亡き甲賀公国の忍びです。何？あの甲賀公国の匠、甲賀公国って？ああ、風魔公国の隣国で、風魔と同じく優秀な忍びを多く輩出していた国だよ。ただその両国は仲が悪くて、甲賀は風魔によって滅ぼされてしまったけど、今ではその領地は風魔のものになっているんだ。今思うと、おそらくその頃から風魔は暗夜王国の手の内にあったのかもね。そんなことが。あの日、我が甲賀公国が風魔公国に滅ぼされてから、俺たち甲賀の民は国を追われ、白夜王国の領内に戻ることすらかなわず、こうして暗夜王国に流れて盗賊に身をやつすほかなかったんだ。すまない。俺たち王族の力が及ばず、辛い思いをさせてしまって。しかし、この戦争さえ終われば、お前たちを国に返すことができる。こんなところで盗みをして生きていかなくても良い世界にする。だから協力してくれないか、アシュラ。龍馬様。はい。俺でよければいくらでも協力しましょう。金や褒美も必要ない。ただ叶うのなら、あなたが即位された暁には亡き甲賀公国の再建のために力を貸してください。俺の願いは甲賀公国の再建、それだけです。ああ、いきなりキャラ変わったな。分かった、約束しよう。ありがとう。ありがとうございます、ね、アシュラ。ん？あんたは？私はアクア。ありがとう、協力してくれて。さっきは脅したりして悪かったわ。いや。それじゃこれからはよろしく頼むわね。あのジョーちゃん、やっぱり。まさかあの時のジョーちゃんにまた会うことになるなんてな。あんなに小さかったのに立派になったもんだ。じゃあそろそろ行くぞ。あまりここに留まると衛兵が来る。秘密の通路には王都の地下街を通る必要があるんだよ。王都の地下街？早っ。撤退早ー。人がいっぱいいる、ここは。まあ別に普通の感じの街っすね。なんかみんな貧乏って感じではない。なんかもっと古事記的なものがいるとか思ってたけど。ここは？驚いた。ここは本当に王都の地下なのか。そうさ。城の連中は知らないんです、この地下街の存在すらね。マジで？この場所がなかったら今頃俺だって逃げ出してるぜ。へえ。人も店もあんなにたくさん。まるでこっちが本当の王都みたいだね。本当の王都のようだっていう表現はなかなか的を得てるぜ。ここは王や軍の目の届かない庶民の生活のための街だ。俺たちの本当の生活は地上の無人の王都にではなく、ここにあるんだよ。だから地上で会った時に言ったろ、あんな場所をうろついているのはよそ者だって。確かに。なるほどな。これが暗夜王国の本当の姿なのだな。貧しさは隠せないが、この光景は俺たち白夜王国の民と何ら変わらない。この人々とならきっと友好を築くことができるだろう。そうだね、龍馬兄さん、僕もそう思うよ。そこのお兄さん、お花いらない？今なら安くしちゃうよ。ああ、穴売りだ。無視して、不要なら無視して構わない。ひどい。せめて商品ぐらい見てってよ。ほらほら、こんなに素敵な花が。何？どうしたんだい？僕の顔に何か？もしや指名手配されてる？え、誰？あ、こいつは。イリースじゃないか。こんなところでなんで花売ってんだ。お、お兄ちゃん。エリーゼ。お兄ちゃん。本当にミカミックスお兄ちゃんなの？どうしてこんなところに。エリーゼ。それはこっちのセリフだよ。なぜエリーゼがここにいるんだ。王女の君がなぜ。それはここじゃ話せないよ。この先に私の家があるから、そこで話してもいい？家？大丈夫、罠じゃないよ。だって私あえて本当にびっくりしたんだもん。お父様も私がここにいることは知らないわ。安心してついてきて。まあ確かに意外な人物だな。あらあら、全然予想できなかった。この方がエリーゼちゃんのお兄様。なかなかの色男じゃない。お会いできて嬉しいわ。どうも。エリーゼ、この方は？あのね、
私の乳母カシータよ。ここが私のもう一つの家なの。ニカミックスお兄ちゃんがいなくなってからはよくここに来てるのよ。そうなのよ。もうエリーゼちゃんたら寂しがり屋さんなんだからね。うるさいわよカシータ。せっかくお兄ちゃんたちが来たんだからお茶の一つでも入れてきてよ。あら、てか大状態だぞお茶多分20個くらい必要そうだったわね。気が利かなくてごめんなさいね。でもこんなにたくさんのお客さん、お茶っ葉足りるかしら。昨日買ってきた茶葉が戸棚にあるからそれ使って。なんか馴染んでるなエリーゼ。やっと言ったわ。ごめんねお兄ちゃん、カシータったらおしゃべりで。それで私がここにいる理由だっけ、うん、どうして王女である君が庶民に紛れて花売りなんかしてるんだい。お城にはね居場所がないの。居場所、お兄ちゃんがいなくなって戦争が始まってから前みたいに兄弟みんなでお話しすることも少なくなったの。お城の兵士も遊んでくれる臣下たちも口を開けば戦争のことばっかり。だから私寂しくなっちゃってちょっとでも居場所が欲しくて、ずっと前にカミラお姉ちゃんから教えてもらった秘密の通路を使ってこの地下街に来るようになったの。エリーゼ、秘密の通路意外にみんな知ってるなそしたら偶然カシータと会ってね、事情を話したら花売りの手伝いをしてくれって言うから私嬉しくなっちゃって、今はこうやって毎日お城で採れる月光花を売ってるのよ。綺麗でしょ。みんなからの評判も結構いいんだから。えへへ、そっか。やっと笑ったねエリーゼ。ここの話をする時の顔は昔のままで安心したよ。ミューズ広告で会った時はひどく沈んだ顔をしていたから心配だった。だってあれはお父様と一緒だったから。お父様最近おかしいの。おかしいってどういうことだい。お兄ちゃんも見たと思うけど最近のお父様はちょっとでも気に入らないことがあるとすぐに人を殺すのよ。あのゾーラもお父様に口答えしちゃって私の目の前で殺されちゃったわ。それにいつもどこかうつろな目をしてるっていうか、そう別人みたいだってマークスお兄ちゃんが言ってたわ。別人？マークスお兄ちゃんのお話だと若い頃は今ほど怖くなかったし残酷なこともしなかったんだって。お父様ったら基本的に性格悪いから強さを鼻にかけることはあったみたいだけど、王様としての威厳とか魅力もあったし他の国を支配したりもなかったみたい。それが今みたいに変わっちゃったのは王妃だったシェンメイって人がいなくなってからなんだって。私はその後に来た妾の子供だしまだ生まれてなかったから会ったことないけど、お父様の部屋にある変な石像ってその人がいなくなった後に置いたらしいわよ。王妃シェンメイ聞いたことがないな。確かマークス兄さんの母親はエカテリーナという名だったはずだ。あらあら、懐かしいお名前ですこと。それはシェンメイ様の前の奥様でございますわね。エカテリーネ様もシェンメイ様もそれは美しいお妃様でしたわ。カシータ、いきなり割り込んでこないでよ。ごめんなさいね。皆様のお茶が入ったものだからお話の邪魔しちゃったわね。いや構いませんよ。それより今の話詳しく聞かせてください。カシータさんはシェンメイ王妃のことをご存知なのですか。当時は王女で噂になりましたからね。エカテリーネ様が亡くなられた後妃は取らないとおっしゃっていたガロン王様が出会ったばかりのシェンメイ様をお妃に迎え入れられたんですもの。聞いた話だとそのお美しい歌声に大層惚れ込まれたそうですわ。ただ不幸なことにシェンメイ様もすぐに亡くなってしまわれた。直後のガロン王様のお部屋はそれはひどく荒れていたようで、それからは誰もシェンメイ様のことを口にしなくなりましたわね。私は遠くから拝見しただけですが、シェンメイ様はちょうどそこの方、そちらのお嬢さんによく似た顔立ちの美しい方でしたわよ。てんてんてん、こいつシェンメイの子供か。それは当然だな。アクアはこのアンヤ王国の王女だったんだ。きっとアクアはエカテリーナ王妃の娘ではなく交際のシェンメイ王妃とガロン王の間の子なんだろう。じゃああなた私のお姉ちゃんなの。私はてんてんてん、あらまー、そうだったの。じゃあお茶菓子もお出ししなくちゃ。いいえ、
すみません、カシータさん。お気持ちはありがたいですけど。私たち先を急ぎますので、お茶ごちそうさまでした。あら。そう、もっとゆっくりしていけばいいのに。あ、私全然知らなかった。早く行ってくれればよかったのに。会えて嬉しいよ、アクアお姉ちゃん。ええ。ん？何かあるな。というところで、ちょっとシェンメイ王妃がキーマンっぽいっすね。と、アクアか。というところで第22章、これで終了したいと思います。